付きっきりでやった後に、その子帰った後に自分の作業とかなんかようやくできるみたいな感じだから、最近めちゃくちゃ帰り遅くて、まあ、めちゃくちゃ帰り遅いって言ってももう8時までなんだけど、俺の作業は。そんな人材良かったな、新卒、うん、新卒の子。あれだよ、あの Windows マークと L ボタンでさ、パソコンロックできるじゃん。それを知らなかったんだよね、一番びっくりしたのが。まあでも知らないもんなのかな、意外と新卒だったら。ごめん、なんかその辺は分かんないんだけど。最初は攻撃しないでください。了解です。まあおかげで残業代がね、めちゃくちゃもらえるんですけどね。残業代で最近稼いでます。パソコンいじってなかったら分からなくても無理ない。うん、まだよな。知ってるのは当たり前って思って教えちゃったら一番ダメだよな。自分が新人だった時それが一番きつかったし、そんなのも知らないのみたいな態度でされるのがいるんだよね。普通にやっぱ知ってて当然みたいな感じで教えてくる人。あ、攻撃しないでください。間違った、ごめんなさい。すいません、ちょっと一回降参しましょうか。よくないな、もう話しながらするの。でもこれ多分、でも昨日マスター倒していいんじゃないかな。あ、これ耐えるのか。ま、多分でもこれはギリギリ邪魔しなかったと思うだこれ。これもしかしてだけどさ、これ覚えてるはさ、寝言とブラッドムーンだけ。ごめんね、ちょっと。ああ、ちゃんとね、眠らした後はこっちを眠らしてくると。これ絶対ブラッドムーンだよね。連続でブラッドムーンを撃つガチグマ。これ、多分眠る覚えてないから。あ、だよな。うわ、連続で使ってるわ。不正だわ、不正。不正型ガチグマ。これ2分の1じゃない、多分これ。だって多分眠る覚えてないでしょ、おそらくだけど。これ眠る覚えてないよね、多分ね。眠る覚えてなかったらおそらく 100% じゃないかな。ただこれ何ターン目で起きるか分かんないんだよな、おそらくね。分かんないけど。こだわってそう。メガネだとしたらさっき耐えたバンバトルやばくない？もろバレるみたいな、そのためか。なるほど。ああ強いね。なんか普通に等倍で一撃で持ってかれるの。なんかウォークルだからっていうのもあるかもしれないけど、大概やばいよな。ハッサムにどんぐらい入るかな。これガチグマ眠らせる役の気がした必要じゃない。まあなんかそれはもろばれるで、多分補ってくれるんじゃない。
これはじゃあガチでいくかとは。デカルちゃんの時もそうだったけどさ、デカハンマーか、デカハンマーの時もそうだったけど、その連続で出せない技をさ連続で使ってる 絵面ってなんかすごいインパクトがあるよな。アラブルだけも言ったら放置3匹かい確かに。お、ここでついに本気を出してきた。これだったらちょっとトイレ行くわ。対戦中に言うことじゃなかったなトイレ行くわってこれ動画に載るのやだな。すごいカットしよう。頑張って。デカノちゃんでもね、なんか同じことできるね。デカノちゃんでもさ、攻撃取得値がなんか75とか80とかだから許されてるけどさ、許されてる感あったけどさ、勝ちグマさん C 種族値125ぐらいあるよね。135だっけ。厄介だねこいつこのキノコ翔太にトイレ行くわ。さすがに乗せないでしょ。また突っ込まれる。なんでトイレに行くの。100%だね。あ、これ満タンから持ってった今一発で。見てなかったんだけど今満タンだった。ちょっと待って。あ、満タンのハッサン持ってった一発で満タンのハッサンを今一つで持っていったね今一撃で多分だって HP ぶりのはずだから。あ、じゃあそこ倒せるか。あ、怒りの粉忘れてた今一つ。このガチクマちなみに持ち物何なんだろう。メガネかな。やっぱもう順当にいけばメガネっぽいけど。まあ当然のように自力と。よし、半減とは C252 ぶりメガネですいやそれ耐えたバンバトローって一体何なんだろうね。ちょっとトイレ行ってきます。